お金が欲しいの？清美ならお金を手に入れる方法を知っているんじゃないか。ぜひ教えてほしいでげそ。ごめん、うちの中学校はバイト禁止なんだ。お小遣いは月に3000円もらってるけど。3000円？それは高いのでげそか、安いのでげそか。普通かな。3000円で清美の夢は叶うでげそか。え、夢？どうかな。やっぱり大きな夢でげそ。大きな夢っていうか、大きくなればいいなっていう夢。やはり私と清美は親友でげそ。私も同じことを考えているでげそ。本当？私も大きければ大きいほどいいと思っているでげそ。私は普通にあればいいなって。そんなことじゃダメでげそ。より大きく、さらに大きく、そう願わなければちょっとですら手に入らないでげそ。そっか。でもあんまり大きいと大変じゃない？肩が凝ったり。それは当然のことでげそ。さまざまな責任、重圧に耐えてこそじゃないか。それに大きくなったらなったで、その時考えればいいのでげそ。そうだね、現実問題、今はまだまだだもんね。ねえ、イカちゃんはどんなのが好き？ん？どんなのって？あれって結構高いから、手に入れるとき困るよね。ああ、まったくでげそ。こんなにハードルが高いとは思わなかったでげそ。超えるべき障害が多すぎるでげそ。私は恥ずかしいからお母さんと一緒に行ってもらうんだって決めてもらうの。あ、清美にはそんな参謀がいるのでげそね。イカちゃんも今度一緒にどう？いや、いかんでげそ。それは慣れ合いというでげそ。清美も私と同じ野望を持っていたとは知らなかったでげそ。これからはどっちが大きくなるかライバルでげそ。え？どっちが勝っても恨みっこなしでげそからね。